ンジョールのリアルな日本を世界に伝えるビデオガール、チビガールうなです。ハッピーニューイヤー。皆様、お正月はいかがお過ごしでしたか？働き者の日本人ですけども、お正月は 1,2,3 を三が日と呼んで、みんなお休みしています。今年のお正月は本当にたくさんのことをしました。まず1月1日元旦は、朝起きたらおせち料理を家族で食べました。おせち料理は日本ではお正月でしか食べません。たくさんのものが入ったお弁当のようなもので、どの食べ物にもとっても深い意味があります。例えばかまぼこは日の出をイメージして入っています。黒豆は豆に働くという意味で入っていたり、昆布は喜ぶという意味で入っていたり、結構ダジャレというか言葉遊びのような要素が強いです。とっても美味しかったおせちは、大晦日に私も手伝って家族全員で作りました。はい、漫画を一つ紹介したいと思います。今回紹介する漫画はバイオグトリニティです。この漫画は手のひらに穴が開いてしまい、それが原因で戦争になってしまった後の世界が舞台なんですけども、使ってる携帯や街並みを見る限りとっても近未来な感じです。ジャンルとしてはアクションと、あと恋愛ものといった感じでしょうか。少し難しいお話なんですけども、とっても面白いです。他にもまだまだ好きな漫画があるので、たくさんこれからも紹介したいと思います。おせちでお腹がいっぱいになった後は、秋葉原の方に出かけました。秋葉原の方に出かけたのは、神田明神という神社にお参りに行くためです。でもついでにゲームセンターやいろいろなところにも遊びに行きました。秋葉の街を探索していると、東京では珍しく雪が降ってきました。1月1日に初雪が見れるって、なんだかとってもロマンチックで、もう寒さも忘れて嬉しくなっちゃってました。ゲームセンターでは神田明神に行くメンバーでグループコースターをやったり、プリクラを撮ったり、とっても楽しい時間を過ごしました。ゲームセンターに満足した後は、やっと神田明神に行ってきました。ライトアップされた神社はとっても綺麗で、夜に行ってよかったなと思いました。参拝にはたくさんのルールがあります。その中でも一番大切なのは、二礼、二拍手、一礼というお参りの仕方です。お参りには5円ほどのお賽銭を入れます。その後に鐘を鳴らして、二礼、二回お辞儀、二拍手、二回かしわで、でお祈りをして、最後にもう一度お辞儀をします。一般的に多く願われるものは、家族の健康だったり、自分の恋愛運だったり、そういったものが多いです。初音ミクのコスプレだよ。初音ミクはゲームでも漫画でもなく、ボーカロイドというジャンルのキャラクターだよ。お参りの後はおみくじを引きました。おみくじは占いのようなもので、今日小吉、中吉、大吉とランクがあります。私は今年も中吉でした。帰りの道で甘酒を飲みました。甘酒は少し昔の日本の飲み物で、私は大好きなんですけど、もうとっても美味しいし、栄養価が高いので、ぜひ一度試してみてください。かわいいタイム。このコーナーでは、普段私が使っている可愛くなるためのアイテムを紹介したいと思います。第1回目は自撮り棒の紹介をしたいと思います。これはですね、自撮りをするためのアイテムでして、友達とかとインカメラで写真を撮ることが可能になります。あと一人でもね、背景をたくさん写すことができるので役に立ちます。ここに iPhone が置けたり、このリモコンで操作して写真を撮ります。とっても便利です。だいたい2000円ぐらいです。今回もあっという間にいろんなことを伝え終わっちゃいました。他にも目論んでることといえば、4月と6月にイタリアの漫画の祭典に行きたいと思ってます。シンガーとして行きたいです。なので最近ね、歌の方頑張って特訓してるので、ぜひ会いに行かせてください。そんなところで、1月はもう一本ビデオを撮りたいと思ってます。また見てくれたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。またね、ちゃうちゃう。